6、4の編成みたいなのが6と4ですね、実際は。そう、あと4の重量。ただいま、東京の世界、午前0時を回りまして、定時23分、24分、25分と進んでおります。東京に向かうとかが実際あります。今回11時30分の回、本日は、少し風が強く吹いております。あ、それを再現したんだ。まあ、今回ちょっと増解決の動きはないけど、ね、まあ、そのそれっぽい車ということで再現しております。ブースの配置についてご案内をいたします。皆様から、首位の正面に見まして左手側に始発起点の東京行きがございます。東京行き3本の列車が止まっておりますが、始発列車は3番線に停車中の列車が5時ちょうどになりますと発車をいたします。東京行きから伸びた、2本の線の線路がその先地上区間に入りまして新木場駅に続いております。新木場駅の先、追い越し設備のある葛西臨海公園駅が続きます。葛西臨海公園の先には舞浜駅が続いており、舞浜の先で武蔵野線直通西船橋方面と線路が分かれます。デルタ線を過ぎまして西船橋から千葉方面に参ります線路を過ぎますと新習志野駅へ続いております。新習志野駅の先には京葉車両センターがございます。本日運転に使用される車両の重複点検が行われております。今回は2024年のダイヤですので、その先幕張豊砂駅が開業しております。幕張豊砂駅にも各駅停車の列車は停車をいたします。幕張豊砂の先、海浜幕張駅がございます。海浜幕張駅2面4線の駅ですが、一部の列車東京方面からやってまいりまして、海浜幕張止まりとして折り返し東京方面に戻ってまいります。海浜幕張を過ぎますと千葉方面からの外房線の線路と合流して京葉線の終点蘇我駅に続いております。蘇我駅から先房総半島方面にスペースの都合上、駅を省略しておりますが内房線と外房線の線路が続いております。この1本につながった線路の上を最大10本の列車が同時に運転してまいります。時計の世界は午前の3時を迎えます。始発列車は東京駅3番線と蘇我駅も3番線に停車をしております。5時ちょうどになりますと各駅停車としてそれぞれ運転を開始いたします。また新習志野駅に停車中の列車も5時ちょうどに運転を開始いたします。2024年のダイヤですので、大半の列車が各駅停車の運用ですが、朝の通勤の時間帯、2本だけ快速列車の運転もございます。朝の快速電車は、6時35分と7時5分に蘇我駅を発車いたします。模型の世界は午前4時を迎えます。まもなく各駅シャッターが開きまして始発列車の運転が始まります。大変長らくお待たせいたしました。まもなく東京駅、蘇我駅、新習志野駅から5時ちょうど発始発列車の運転を開始いたします。東京駅三番線に停車中の列車、各駅停車、蘇我駅、5時ちょうどに発車をいたします。はい、この列車、終点のそばまで途中通過待ちはございません。一番先の到着となります。また蘇我駅三番線からもまもなく各駅停車、東京駅発車をいたします。あ、これ見るのやつできるですね。模型の世界、朝の5時を迎えました。東京駅から一番電車が発車をしております。また蘇我駅からも上りの始発列車運転を開始しております。蘇我駅からの始発電車はこの先葛西臨海公園において
後から参ります特急列車の通過待ちを行います。模型の世界、朝の5時30分を迎えました。始発列車から全ての電車が平常通りに運転をしております。東京駅2本目の発車、5時55分発中本町行きです。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。505Y K2 でお願いします。はい、K2 開通してます。ありがとうございます。蘇我駅を発車いたしました。君津から参りました、特急さざ波号の列車が京王線に向かって走り始めております。まもなく幕張豊砂駅を通過いたします。から京王幕張豊砂2番線ご注意ください。通過電車です。折り返しもおかしくなります。特急さざ波号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は全てのお座席が指定席となります。指定されたお座席にお座りください。舞浜駅2番線ご注意ください。特急列車がまもなく通過をいたします。朝の通勤時間帯に入っております。2本のみありおります快速電車が、ただいま海浜幕張駅と、2本目の快速が蘇我駅を発車いたしました。海浜幕張駅ご注意ください。快速東京駅が到着です。快速列車ですのでこの先、停車する駅は舞浜駅となります。停車駅にご注意ください。東京駅3番線からは各駅停車海浜幕張駅が発車をいたします。海浜幕張で折り返し列車となります。ドアが閉まります。ご注意ください。模型の世界、朝の8時になります。ヤードの監視人1人か2人もつけていて、本日、前線にわたって、風が強い状態が続いております。舞浜駅、葛西臨海公園駅の間にございます旧江戸川で、ただいま、風速計が規制値を超えております。徐行運転の規制値を超えております。舞浜駅、葛西臨海公園区間で、渡っております旧江戸川の付近で、ただいま速度規制が行われております。京葉から外房開通してます。了解。ただいま葛西臨海公園舞浜駅間で、速度規制を行っております。旧江戸川の風速計が規制値を超えておりますので、葛西臨海公園舞浜駅間の徐行運転の影響で一部列車に遅れが発生いたします。お急ぎのところご迷惑をおかけいたします。葛西臨海公園を通過した特急列車もこの先、川を渡る部分で、速度規制を受けます。東京駅の駅長さんが、遅れてきた、列車をそばにいております。順番は変えずに、上り列車を待たせる
保護者を先に通すという4番線ドアが閉まります。ご注意ください。県境にあります旧江戸川、風速計風が収まってまいりましたので11時頃より、通常速度での運転に復帰いたします。模型の世界、午前の11時を迎えます。まもなくお昼の11時です。先ほど葛西臨海公園舞浜駅間において速度規制を行った影響により一部の列車に遅れが発生しております。お急ぎなところをご迷惑をおかけしております。余裕だな。スローで来れてるやつ。お客様にご案内いたします。ただいま二俣新町駅におきまして架線に支障物が発生しております。影響により舞浜新成市の駅間京葉線の線路は使用できなくなっております。11時30分頃より、舞浜新成市の駅間、架線に支障物の影響により、列車の行き来ができない状態になっております。一部の列車西船橋行きとして運転をいたします。二俣新町ご利用のお客様、恐れ入りますが、バスによる代行輸送をご利用ください。正直頭下が追いつかない。どうしたらいいの今。東京方面から運転する京葉線列車は全て西船橋駅で折り返しとします。蘇我方面から運転の列車は、順次抑止をかけます。以上です。順次抑止、まあ、多分有名だね。そこまでは行っちゃって OK。 はい、わかります。東京駅一番先に到着の列車13時調和発の特急列車ですが、この列車も、その方面には運転ができないためどうするか、ただいま指令の指示を待っている状態です。一番線停車中の列車13時調和発特急バカシオ3号の列車ですが、ただいま二俣新町駅架線に支障物がかかっておりまして、運転ができない状態になっております。特急列車を出すかどうかの判断が、指令から連絡がいったと思われます。はい、残り抑止で、はい、残り抑止承知。物理的に返せない。ただいま、二俣新町駅の、架線支障物の撤去が完了いたしました。13時30分に運転を再開いたします。舞浜新成市の駅間、架線支障物の影響により運転を見合わせておりましたが、13時30分より、順次運転を再開いたします。 1214A から運転再開お願いします。じゃあ出しちゃいますよ。はい、はい、東京方面は西船橋の折り返し運転を行っておりましたが、順次運転を再開いたします。列車順序が大幅に変わってしておりますので、各駅と輸送指令が連携をしながら、列車の順序を元に戻していく作業を行っております。その方面も、全ての列車抑止をかけておりまして、列車順序はそのままなのですが、そのまま運転を再開すると数時間の遅れになってしまいますので、輸送指令の判断で、列車を段落とししていく作業がこれより行われるかと思います。マジで間に合うんじゃない。うちの時影響は何も受けないんですけど。全然何の変哲もなくて、そうだ、まだとりあえず出ますね、停止で。15時25の、はい、まあ、まだちょっと時間あるんです。模型の世界はまもなく午前3時を迎えます。14時43分44分と時間が進んでおります。先ほどまで、二俣新町駅におきまして架線に支障物がございました影響により、舞浜新成市の駅間運転を見合っておりましたが、架線に支障物の撤去が完了いたしましたので順次運転を再開しております。 1506A は時刻通り、ただ列車がダイヤ通りに走っておりませんので、ただいま各駅と、輸送指令が協力して、ダイヤを元に戻す作業、運転整備を行っております。
りは三番線千葉駅から快速東京駅が発車をいたします。あ、病気はい、はい、そっち一応順序通り走らせてます。そこ駅15時25分とは時刻通りに発車をしております。快速列車の東京行きです。この列車は通常ですとこの先海浜幕張駅で各駅停車にお乗り換えいただける予定ですが、本日ダイヤ乱れのため海浜幕張で、お乗り換えいただく各駅停車が運休となっております。お急ぎのところご迷惑をおかけいたします。10503M は外を向いて、外房方面開通してます。東京駅にはまもなく折り返し17時30分発の特急列車が到着をいたします。で前走るはずの蕎麦駅からの上り列車は全てダイヤ通りに運転が進められている、模様です。戻ると思うとかね、所定では新七代待機があるんですけどそれがない。外房線勝浦駅に特急列車が到着をいたしました。本日、1時間ほど遅れまして到着となります。お急ぎのところご迷惑をおかけして申し訳ございません。勝浦から折り返し17時25分の特急列車は時刻通りの出発を予定しております。東京駅1番線折り返し17時30分の特急列車遅れて到着をしております。でこれでも、はい、東京で振り直してるんで、東京駅の発車番線一部変更となっておりますので、ご利用のお客様ご注意ください。1番線停車中の列車は17時30分発予定のさざ波1号の列車となります。1403も来てます。東京駅1番線停車中の列車は発車をしております。3番線からの列車が発車をしまして進路が1台まもなく発車となります。蕎麦でなんとかなんか蕎麦でなんとか桶の世界、夕方18時を迎えております。蕎麦駅からの上り方面の列車すべて時刻通りに運転を進めておりますが、東京方面から、東京からの下り列車に一部まだ遅れが残っております。特急列車がただいま30分ほど遅れまして東京駅を発車しております。さざ波1号の列車です。この先新習志野駅で前を走る各駅停車の各駅停車を追い抜きます。あ、はい、わかりました。そのままお願いします。開通してます。ってことは大体8時間くらいぐらいでみんな特急サザナミ号はまもなく舞浜駅を通過いたします。1番線ご注意ください。列車が通過をいたします。先ほど運転整理で、1615Y 列車が、2本発生してしまったようですので、1本が、2800遠い列車に割り当てられまして西船橋行きとして運転をいたします。夕方には京王線の車両で西船橋まで参ります運用がございますので20時5分、お乗り間違いにはご注意ください。京王線車両ですが、西船橋行きの列車がございます。 2810円、これ 1001M で1号方面開通して戻った OK。 K2 K1 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 K1
もう覚えてます。出発開始したら。お手の世界ルールの10時を迎えます。4番線、ドアが閉まります。ご注意ください。デイタイムで、はい、開通してます。風規制による減速運転を行いまして、一応、直立ちまちいって、河川に一力がかかりまして、影響により、一部の列車は再開しておりましたが、現在はおおむねダイヤ通りに戻ったかと思います。ほぼ開通してます。はい、東京駅1番線に停車中の列車、21時ちょうど発、外房線上総一ノ宮駅の特急列車となります。各駅からの最終列車をご案内をいたします。蘇我駅からの上り東京方面の最終列車は、蘇我駅を21時45分に発車をいたします。また東京からの蘇我駅最終列車、下りの最終列車は21時40分に東京駅4番線より発車をいたします。またその後新習志野行きの最終列車東京行きを23時5分に発車をいたします。各列車とも本日の最終列車となりますので、お乗り遅れございませんようご注意ください。何かありました？模型の世界は午後の、9時を過ぎまして21時17分18分と進んでおります。はい、内房方面東京駅から21時40分発最終の蘇我駅、まもなく発車をいたします。本日新習志野から先に参ります最後の列車となります。お乗り遅れございませんようご注意ください。東京駅4番線から最終列車発車をいたします。蘇我駅からも東京行きの上りの最終列車発車をいたします。新習志野より先に参ります最後の列車です。お乗り遅れございませんでしょうか、ご注意ください。本日東京蘇我の各駅から終点蘇我東京まで参ります最後の列車は運転を終了しております。千葉方面開通してます。ありがとうございます。終電前からこんなに忙しくてしまった模型の世界午後の10時30分を迎えます。レギュラーが多すぎる。日中時間帯一部列車に遅れが発生しておりましたが、現在は全ての列車がダイヤ通りに運転をしております。東京駅から23時5分発最終の新習志野行き発車をいたします。本日東京から発車をします最後の列車となります。お乗り遅れございませんようご注意ください。ほぼ方面開通してます。東京駅3番線から下りの最終列車発車をいたします。新習志野行き最終列車が発車をいたします。海浜幕張幕張豊洲が終点新習志野行きに停車をいたします。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。蘇我駅から2304倍列車新習志野行きの上り最終列車発車をいたします。西臨海公園駅には新習志野行き最終列車が到着です。また上りホームも東京行きの最終列車が到着をいたします。お乗り遅れございませんようご注意ください。本日葛西臨海公園からの上り方面下り方面ともに最終列車は終了しております。舞浜駅には下りの最終新習志野駅到着です。ただいま舞浜駅を発車した列車が25時ちょうどに新習志野駅に到着をいたします。上りの最終列車まもなく新習志野駅終点に到着をいたします。本日新習志野から先に参ります列車はございません。到着しましたら改札口へお進みください。
模型の世界は間もなく午前1時を迎えます。日中の時間帯、一部列車に遅れがございましたが、最終列車はすべて時刻通りに終着駅に到着いたしました。これをもちまして11時30分の回の第4点は終了いたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました、この後、1時間ほどお昼のお休みをいただきまして、次の運転開始は、13時30分からとなります。13時30分は、筑波大鉄拳旅と鉄道の会の、団体様がお作りになったダイヤで、実際に運転も筑波大鉄拳の方にやっていただきます。炎の運転は13時30分からとなります。オッケー、大丈夫。やばったな。あ、そうですか。一旦11が何か宴会の再生かどっかに流して、そうっすね、じゃあ歌を登場サービスしちゃうから、歌を落とそうから、まだ来てあるから、あれがやべえな。でもな、特急がない、特急がない、電源を一旦落としますので、運転手の方には最寄りの駅で電車を乗せて、そしたら一回見るかよ。お待ちください。